いけたら全国のお薬苦手な子がこれやったら飲めるってなるかもしれんから。ヨーグルト味。はい。子供のための風邪薬。発熱鼻水。え、じゃあ漢方薬飲むか。いやー、これがいい。漢方薬にした、ね。どこのやろ。セルフメディケーション。子供風邪改正。第二類医薬品です。7歳から15歳は一袋。で、ななちゃんはもう熱はもう微熱っていうかもうほぼなくて、あとは咳がたまになんか喉に突っかえるかなと鼻水ね。それを飲んでいきましょう。ヨーグルト味です。さあ、飲めるかな？水いるで。ここにあったわ。猫出さないか。カプセルのさ、一粒さ、0.15mg のさ、粒が。それ飲めたらな、それでいけるならな、風邪かなって思ったら、それ飲めば、いけるねんけどな。マジで言っとる。味のもうレポして、レポ。食レポする前に飲み込んじゃうわ。あ、味のレポして。美味しいか。水なくてもすぐ消えるで。え？味が？水飲み。胃の中でちゃんと溶けるように水飲み。風呂。ほんまや。すぐ溶ける。あ、水。え、もう飲んだん？うん。うん。まだある。もう飲み。水と一緒に。胃の中に溶けささなあかんねんから。水はいるよ。漢方がな、苦手やねんな。ヨーグルト？うん、ヨーグルト。おー、オッケー。飲めた？漢方よりマシ？うん、マシ。じゃあこれでちょっと明日の朝様子見ようか。鼻水がすごいって言って朝起きるからね。朝起きたらどんな症状かわかるから。今日の朝も鼻ほじりとうところ後ろから脅かしに行ったもんな。でした。目の前にティッシュある。じゃあお薬苦手な皆さん、ぜひね、おい、やめろ。お薬苦手な皆さん飲んでみてください。効果とかね、効き目があるかどうかはまた明日の朝様子見たいと思います。